みなさん、こんにちは。せんちゃんのよ、せんちゃんでーす。みなさん、見て、私、ウリの畑。今、私は、ウリの畑の、今から、ウリの収穫、みなさんに見せたい。どんなウリかな？今、私、畑はね、家前です。そこの、一デースの、ウリ植えた。とっても、葉っぱは綺麗。いい形、いいウリできた。私は、ウリは今年は、ウリとスイカいっぱい植える。あっちこっち植えた。家のハウスの近くはちょっと水溜まって、あんま大きいはない方。ここは一番いいです。まだまだ、今から私たくさん植えて、今日はウリの収穫、皆さんに見せたいです。今から収穫、アンドサイ市場、準備、持て。皆さん見て、これ、ウリ。すっごい。こんな感じ。今から、中核、アラオレ、クロスメ、店の準備、皆さんに見せたい。雨っぽいです。今、ウリの収穫。大きい、広い。まだいっぱいある。結構ある。ここは水溜まってる。はい、皆さん、今は収穫、サンケリーかな？サンケリーの収穫しました。今度はね、皆さんに、ウリ見せたいです。私はね、ウリはね、いろいろの形です。これはね、ニューメロンです。これ。ちょっとね、できるすぎかな、ちょっと頭。まあ、私はウリはね、難しいね、出来方。ちょっとビロ、緑っぽいとか。こんなかな。こちらね、すごい虫入りやすいですね、こんな感じは。私はね、あそこ植えたらちょっと、ミス溜まって、ちょっと、少しは葉っぱ枯れて、いいもある、悪いもある。まあ、できるだけはいいわ。こんな感じで。すりは、これは、ウリ。これはウリ。これはね、三角ウリ。こんな感じもあるですね。これもね、甘いでしょ。こんな感じもね、いいしょ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 。これもね、洗って終わった。これは。こっちは、こっちも洗った、終わった。これ全部1、2、3、4ケリーけども、全部いっぱいは3ケリー。今から洗って、黒準備、店の持って、時間あったらお店皆さんも見せたいです。もしか時間ないか、見せないかな。はい、できるだけ頑張ります。今から洗うです。今日はね、天気予報はちょっとおかしい。さっき私、売り中が来た雨じゃーって、ちょっと少しビスビス。
皆さん見て、ウリ、私の今日は畑のウリ収穫、洗ってタオル拭いて黒スメです。今から旦那さんのお店持ってきます。私はやっぱり時間回らなかった、行けないです。本当は自分で行きたいです。皆さんどう見せたいかったけど回らない。私あとは自分で100円の準備、明日土曜日ですね。そしたらこれだけ今日は準備いっぱいできた。これはい、今日は以上です。皆さん最高まで見てくれてありがとうございます。またセンキャンのよよろしくね。またセンキャンのよ見てね。